シュレスビヒホルシュタインはドイツ海軍の戦艦であるドイッチラント級戦艦の一隻。本艦とシュレジェンは1930年代に改装を受けシュレジェン級と分類される場合がある。艦名はドイツ北部のシュレースビヒホルシュタイン州にちなんで命名された。シュレスビヒホルシュタインはキールのゲルマニア造船所で建造され1908年7月6日に収益した。 第一次世界大戦において、シュレスビヒホルシュタインは、ユトランド沖海戦に参加している。本艦は旧式艦であることを理由に、戦後も保有を許された3隻のうちの1隻であった。本艦は1926年まで、回収作業を行い、3本あった煙突は2本に、統合された。1926年から1935年まで、本艦は、ドイツ海軍の機関であった。 しかし、戦艦の技術革新により装備が陳腐化したことにより、1936年には練習艦に変更された。1939年8月25日、シュレスビヒホルシュタインはポーランド進行作戦の発動に伴い、第一次世界大戦で沈んだ巡洋艦マクデブルク追悼式典に参加するという名目で自由都市団地比に到着し、 ポーランド領ベステル・プラッテに近い水路に停泊した。1939年9月1日午前4時45分、艦は、ポーランド軍守備隊に向けて、砲撃を開始し、第二次世界大戦の幕を開いた。9月7日のベステル・プラッテ要塞陥落後、艦は、オクシビエやレドーボーヘルハン島など、ダンツヒ一帯のポーランド軍陣地砲撃に当たり、ポーランド戦役後は、 練習艦任務に戻った。1940年4月9日、シュレスビヒホルシュタインは、ベーザー演習作戦の一員として、デンマーク占領に参加した。その後再び練習艦に戻ったが、人員不足のため、1940年8月末から、警備班など、少数の維持要員を残した予備艦となり、 対空砲を撤去された状態で、しばらくの間ゴーーンハーフェンに係留されていた。1941年1月20日より、バルト海の採氷艦として、再稼働し、雪解けによる採氷任務の終了後は、対空砲を再装備の上、練習艦に復帰した。1942年の冬もバルト海で採氷艦として使用されたが、1月13日に、 艦首を食らいにより損傷し、ゴーテンハーフェンでの応急処置後、ビルヘルムスハーフェンで修理を施された。1943年3月31日付で、本艦は一度退役し、ゴーテンハーフェンで宿泊船として利用されたが、1944年2月に最終役し、練習艦として復帰した。1944年9月に本艦は、 対空砲を増設され、ゴーテンハーフェーンで防空艦として利用された。1944年12月18日、同地がイギリス空軍の空襲を受けた際に3発の爆弾が命中し、水深12メートルの港内に着艇した。その時点で上部は水面上にあったために、兵装は使用可能であったが、12月20日に大火災に見舞われ、艦の機能は失われた。 シュレスビヒホルシュタインは1945年1月25日に退役となり、艦を降りた乗組員たちは、マリーエンブルク周辺の防衛戦に投入され、その多くが戦死した。同年3月21日、本艦は残存上組員たちによって爆破処分された。第二次世界大戦後、シュレスビヒホルシュタインはソ連軍によって引き揚げられ、タリンに栄光された後、 ボロジノと解明された。1948年にバルト海のオドスムサール島の近くに沈められた。ボロジノはその後も1960年代まで標的艦として使用された。船体の残骸は現在も確認できる。また、ドレスデンのドイツ連邦軍軍事史博物館にはシュレスビヒホルシュタインで使用されていた船章が保存されている。ありがとうございます。